クリスティアン一世は、ドイツのアンハルト・ベルンブルク公。1610年より、プファルツ選帝公領の大法官を務め、1620年の白山の戦いでは、プロテスタント側の最高司令官を務めた。アンハルト公、ヨアヒム・エルンストと、その最初の妻でバルビミューリンゲン・ハク・ボルフガング一世の、娘であるアグネスの間の間の次男として生まれた。五百七十年に、 デッサウに移り、家庭教師のカスパー・ゴッドシャルクに、ラテン語、イタリア語、フランス語を学んだ。幼い頃より、イスタンブールの宮廷を訪れるなど様々な外交交渉に参加し、有能で洗練された外交官に育った。1586年より数年の間、ザクセン選定公領の首都ドレスデに滞在し、選定校、クリスティアン一世の親友となり、 選定校と共にカルバン派の協議に共鳴した。また、ドレスデン宮廷に滞在中、アルコール使用障害に苦しんだこともある。その後、クリスティアンはやはりカルバン派身とのプファルツ選定校、フリードリヒ4世に使えるようになり、1591年には、フランス王アンリ4世を支援すべく、プファルツの軍隊を率いて、フランスに赴いた。1592年、 ブランデンブルク選定公領とロレーヌ公国との間でストラスブール市協領の領有権をめぐる形相が起きた際は前者を支持した。1595年にフリードリヒ4世によってオーバープハルツ地方の総督に任命されアンベルクに赴任した。1586年の父の死に伴って兄弟と共にアンハルトの所領を共同相続した。1603年 兄のヨハンゲオルク一世と三人のイボテイとの間で、家領の分割協定が結ばれ、クリスティアンは1606年に兄よりベルンブルクとその付属領を譲られた。1619年には兄弟たちと共に貴族文芸サークル、実りを結ぶ会の会員となった。クリスティアンは外交官としての能力を活かし、1608年のプロテスタント同盟の結成に、 重要な役割を果たした。1619年、主君の選定校、フリードリヒ五世が、ボヘミアの国王に選出されると、フリードリヒ五世によって新生ローマ皇帝フェルディナント2世の、侵略から、ボヘミアのプロテスタント勢力を防衛する、司令官に任命されている。1620年、白山の戦いで指揮を取ったが皇帝軍に惨敗した、祭。 クラハに残って皇帝を迎え撃とうとするフリードリヒ五世を逃げるよう説得した。1621年、クリスティアンはプファルツ選定皇との関係を理由に皇帝政府より帝国はハト系を課せられ帝国内における法的保護及び治療に対する所有権を剥奪された。クリスティアンはまずスウェーデンに亡命し、その後デンマークをクリスチャン四世の宮廷の品格と なった。皇帝への嘆願が実り、クリスティアンは1624年に治療への帰還を許され、1630年に死去。1595年7月2日、ベンテクレンブルク博アルノルト3世の娘アンナと結婚した。夫妻の間には16人の子女があった。ありがとうございます。